間に合ってよかった。みんなで頑張ったんだもん、絶対先生喜んでくれるよね。この可愛さが外面だってこと知ってるのは私だけ。本当どうなることかと思ったけどね、看板壊されちゃった時は。ごめんね、マミヤさんに二度も作らせちゃって。大丈夫だよ、みんなも手伝ってくれたし。最初からもっとみんなでやるべきだったわ。ほんと壊されたの腹立つ。もう気にしてないから。マミヤさん今日ちょっとできてたよね。外面やればできるじゃん。白木さんに教わった通り言っただけだよ。このまま外面できるようになったら私からしてあげられることなくなっちゃうかな。そんなことないよ、さっきだって白木さんの顔見たから頑張れただけで、私だって白木さんを何でも助けてあげたいし、いてくれないと困る。よし、じゃあスマホ貸して。スマホ？もっと近くやって。撮るよ。はい。まあ私の可愛さなら元気にもなるからね、それ見ていつでも元気出してよ。可愛さは外面だけど、本当の姫ちゃんはもっともっと可愛いってこと知ってるのは特別な私だけ。